いや、そうなんですよ。だから、それはでもそういう形で、これから、お坊さんたちが、亡くなった方のために、般若心経だったら、般若心経を読む、そういうの際のお経を、それだけの、気合を入れて、読むっていうね、そういう風になってもらいたいなっていうふうにも思うわけ。なるほど、お葬式の時もそうだけど、お経って本当に気持ちを込めて読んでるのか読んでないのかっていうのって聞いてる人ってのは分かるから、しっかり読みなさいよって言って、僕はこれから生きるお坊さんたちに言いたいなと思うし、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。美味しいお蕎麦をいただきまして。ありがとうございました。あのさ、至福の。お蕎麦って、はい、蕎麦前ってのがあるって知ってる？いや、知らない。知らない？はい。蕎麦前って蕎麦の前なんだけど、はい、蕎麦前って、蕎麦ってのは、昔はそのあったかいお蕎麦っていうのは信州では、ほとんどなくて、まあ、要はせいろというか、そうそうそう、冷たいお蕎麦なんだよね。はい、その冷たいお蕎麦、ザルだよね、ザルとかかけとかの蕎麦なんだけど、あ、ザル蕎麦なんだけど、そのザル蕎麦食べると冷たくてお腹が冷えるっていう、はい、でお腹冷えるから、下痢をするから、それを防ぐためにお腹を事前に温かくしとくんだって言って、温かい燗酒を飲むっていうのが普通なの。なるほど。だから、それがルールであって、般若湯です。そういうこと。体を、そう。ね、温めてから。そうそうそう。今日は、このように、収録があるから、飲んではいないんですけど、まあ、そういうことが、昔から言われてる。なるほど。はい、ありがとうございます。いや、お食事をしながら、すごい貴重なお話をお聞きしてて、ちょっと、皆さんにもちょっとね、それはちょっとお聞きしていただけたらと思って、まずその、まあ、ステージ4って言われた中で、やり残したことっていうかって考えたときに、まあ一つはタイに、まあ行く、その、ずっと関わってきたタイの、まあ、最後の仕事をしに行かれるっていう、ね、こんな体調の中タイに行かれて、で、またその後に沖縄の話がすごく印象的だったので、ちょっと皆さんにもちょっとお話しいただけたらありがたいんですけども。僕は、はい、2021年の3月に、はい、大腸がん、結腸がんが分かって、で、これは、まだステージ2だったんですけども、結腸がんの手術をしたんですね。はい、で、それから、それはもう、取っただけ、切って、取り去っただけで、その後、9ヶ月ほどして、ちょっとその、便秘が激しくなったんですよ。あ、で、それは、結腸がんで取ったところの縫合した、吻合部っていうんだけど、縫合した部分から、肛門寄りのところが、12、3センチ、腫れてきたわけ。で、腫れてきて、そこが、便の通りがすごく悪くなって、で約1ヶ月近い便秘が続いたんですよ。で、出ないんだよね。いやで、まあ、病院で見てもらう前に、その糞合部が詰まってるもんだから、ほんの一筋だけ通り道があって、そこを便を通そうとして、腸液が出てくるわけですよ。だからその腸液はものすごい負荷がかかって、圧力がかかって、腸液が出てきて、その腸液は四六時中、失禁状態で、その、肛門から流れ出るわけ。あら、これすごいんですよ、これ。いや、で、それで、1日30回以上トイレにこもりきりっていうか、そういう生活が続いてね。で、病院で見てもらったら、もうこれはもう腸を休めるしかないから、まずは
2週間ちょっとの絶食をしなさいって言われて、だから17日間絶食したんですよ。それ生きて、点滴ってことですか？もちろん、中心静脈に点滴入れて、心臓の近くに栄養分は入ってきてるようにしてるんだけど、でも、やっぱ体重は落ちてきて、十数キロ落ちて、で、その検査、全く治らなくて、で、入院して1ヶ月ぐらいのところで検査、もう一回ファイバーを入れて、はい、検査をしたら、直腸に初期がんが見つかったんです、今度は。で、初期がんであるけれども、やっぱ切らなきゃいけないということで、それを切って、で、ありがとうございます。その肛門近くだったので、その肛門も、こう、切らなきゃいけないっていうか、その閉じなきゃいけないってこと、切って閉じなきゃいけない。で、ストーマーっていうんですけど、はい、人工肛門に今して、はい、で、それをそのするときに結腸がんの時、S 状結腸がんの時は、はい、まあこれ切りゃ治るわって思ったから、それしか選択肢は僕はないと思ってたんで、お願いして、だから今度はその腸っていうか人工肛門をつけるっていう時に、これが永久的につけなきゃいけないってことが分かったんで、これが死ぬまでストーマー生活になるのかっていうふうに思っていたんだけれど、その時にそのどうしますって言われた時に、はい、一つのその大事な僕の選択だったわけですよね、僕が選択する、選び取るっていう、そのおっしゃってたインフォームドチョイスをまさにご自身がする場面になった。そうですそうです。で、そのインフォームドチョイスっていうのは僕と鎌田先生、鎌田稔さんとの造語なんだけどね。そのインフォームドチョイスはしっかりとその医療情報を僕が受け取って、それを解釈して、それで自分の生き方、QOL っていうんだけど、クオリティオブライフを自分自身の QOL に照らしてみて、それはどういうこれから状況になるのかっていうことを考え、それを主眼にして主体にして、その次なる治療を選び取っていくっていう、いくつかある治療を提示してもらって、それを選び取っていくっていうのがインフォームドチョイスになるわけなんだけど、そのインフォームドチョイスを自分がする。そうです、そういうことになってます。ほんで、それを、やったときに、やっぱり一番大きな、自分自身の、判定材料になったのは、クオリティオブライフなんですよ。生活の、命の質というか、生活の質というか、その質感をすごく、大事にしようと思ったわけで、はい、どんなふうにしたら、これから先、自分自身納得できる、その生活環境が、できるだろうか。例えば、肛門を閉じた、それはストーマになった、あるいはそうではなくて、肛門を閉じずに、その切開だけをして、それで、ひょっとしたらそこの直腸がんのところから別のところに転移するかもしれないっていう、そういった、危険性っていうもの。それからもう一つは、垂れ流し生活だから、それよりは、ストーマーにした方がいいだろうっていうふうに思って、はい、ストーマーのこともねかなり情報は入れたんですね、今いっぱいあるから、はい、情報が。あ、今ストーマー人口がだいたい20万人から30万人ぐらいしかいないんですよ日本。少数、本当に少数派なんですけども、でも今例えば鉄道の駅とか、それから道の駅とか、そういったところには必ずプラスマークがついていた、人体のところにプラスマークがついてお腹のところに、ストーマーの設備がありますっていうのがあるんだよね、だからそういったところからもやっても、十分耐えられるだろうっていうふうに思って、それでそのストーマを選んだのね、でもちろんその直腸と直腸がんを取って、でその前に2日手術の2日ほど前に、はい、ちょうどは
あのその頃脇腹が痛み出して、はい、で胆のうに炎症があることが分かったんね。なんかもう追い打ちをかけるね。そうそう、次から次へと。そうなんそうなん。でも胆のうに炎症があって熱がすごく出たんで、うん、あの相談、先生と相談して、うん、この手術の中で一緒にその胆のう、それから胆道も、うん、胆管も胆のうも、ん、あの取るということに決めたんですよ、うん、はい、でそれを取るのは良かったんだけど、取った時に、うん、あの手術で熱がかなり、その炎症のために熱が高かったわけね、35度近くはちょっとあったんですね、はい、でその熱があると、うん、あの手術の際ほとんどの場合が、今手術の場合はあの脊髄の硬膜外っていうところに、はい、あのほんの本当に細い釣り糸のような、うん、あの管で、うん、あの麻薬をあの入れるんです、うん、でそれが術後の傷の痛みを、うん、あの軽減させていくための、うん、その処置なんだよね、はい、でそれをあのやる予定だったのが、高熱のためにそれができなかったわけ、うん痛いのなんのってすごいんだよそれが。で飲むしかダメでしょ、飲むっていうか飲むその痛み止めしかダメで、効かない効かない効かないっていうか、それしかできない。あでその他に痛み止めで、まああの方法ないかって言ったら、僕の友人なんかは、はい、なんで座薬使わないのっていうふうに言うんだけど、座薬使えると思う？いやいや、それは肛門を精密してるわけだから、それ冗談だったんだけどね。あの精子ギリギリでそんな冗談言うやつがよくいるなっていうそういうところでね、ただやっぱそこで全部、その他に、うん、あのポリプも取って、うん、完璧にあの OK っていうことで、うん、はい、去年の1月、去年の1月1日。去年の1月ですね。はい、去年ですね。うん、丸2年前ですね。1月1日に退院したんですよ。はい。1月1日の退院ってのもおめでたいもんですね。そうですね。お正月に。そうそうそう。だから、お年取りの、はい、あの病院食をいただいて、それから、お正月の、うん、あの、おとそはついてなかったけど、はい、あの、お正月のお料理をいただいて、それで出てきたっていう。おせちというか。おせち。で、そこからずっとやっぱ調子よくって、それ以降は。うん、それ以降よかったんだけど、はい、8月に、ちょっと次のタイでの仕事のために、うん、あのタイとカンボジアに行ったんですよ、うん、から帰ってきて8月の末にものすごく具合が悪くなって、あで9月の初めに定期検診、3ヶ月ごとの検診があって、はい、それに行って、うん、あのマーカー、血液検査のマーカー見たら、はい、一気に上がってるんだよね、その数値というか、数値が、はあ、うん、でこれは大変だ、0から5っていうその標準値の、はい、CEA っていうのが、はい、90いくつまでなってて、いやでこれは間違いないねっていうことでペットをやったんですね、はい、ただペットにやっぱ数箇所あの移ってるところがあって、うん、今のペットはほとんどもう 100% 近く信頼できるので、信頼できるってことは怖い話だけど、僕はがんであること間違いないっていうのを思って、でそこで判定されたのが腹膜播種って言われて、で腹膜の中に小腸とそれから腸壁とそれから膀胱の裏側と、うん、それからもう一箇所、腹壁にがんがあるというふうに言われて、うん、でまあ、あのそんなこともあって、それはあの取らねばならんっていう話になって、うん、それでお腹また開けたんですね、うん、ってだから1年半で3回の手術をやって、うん、でそこがその腹膜播種っていう名前がつくと、もうすでにステージ4になるんですよ。でそういう手術を受けてから、それの、支持療法といって、
て、はい、抗がん剤を投与することになって、はいはい、その抗がん剤の投与が約1年うーんでついこの間それが終わってその直前に、うん抗がん剤と同時に、うんその放射線治療うーんちょっと去年の3月ぐらいからお尻の手術した部分に痛みが出てき始めて、うん、最後もう歩けなくなって、はあ6月末ぐらいから今年のね、はい、歩けなくなってきたんですけど、結局それが癌性疼痛であってってことは癌がそこにあって新しくできていてでそれをやっぱ今度どうするかって話になってで最後その最後っていうかもうもう一つやる方法は、はい、標準の三大治療っていうのがあって、はい、一つは手術、うん、一つは、抗がん剤、うん、もう一つは放射線の治療なんですよで放射線の治療は大腸がんの場合有効ではあるというふうに聞いてたんで、うん、それをその治療根治レベルで、はい、延命レベルと根治レベルと2つあって、うん、延命レベルっていうのはもうまあ病気を完全に治しきれないところで、うん、抗がん剤等でお付き合いをしながらちょっと緩和ケアに近いですか？そうそう緩和ケアですあでその緩和ケア的にその、うん、命を伸ばしていくっていう方法、うん、で根治っていうのは完全に治しちゃうっていう、うん、そういう積極的治療ですよねそう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 、うん、それで、まあ、僕の場合は、60グレイっていう放射線量総量、うん、一番きつい総量でやって、うん、それから抗がん剤も同時に、うんフルドーズって言われてるぐらいの、うん、大量の抗がん剤入れて、うん、これで1ヶ月それやったわけですよ、うんちょっと傷んでしまってメンタルの部分もまた傷んでしまって今あるわけ、うん、今日はあるわけなんだけど、うん、でそれが終わったのが11月の、21日ですから、はい、約1ヶ月ちょっと前かなそうなんですよね、うん、そんな壮絶な治療を終えたばかりという、うん、そうで後から後打ちで結構、うん、辛い日々が来るよって言って先生から言われたんでね、うん、それが今、うん、なんだけども徐々にやっぱり良くなってきてることは事実で、うんまあ、そんな病気の病歴を話してると、うん、こんな長くなっちゃうんですけど結局そういう中でずっと、うん、ステージ4って言われてる時から、はい、自分自身の死を考えてそれこそ一人称の死ということですよねです先ほど話題になった、うん、今までは僕は癌の患者さんの、うん、ステージ4の方たちとも、はい、何人とも付き合って、はい、で彼らのその苦しみ痛み辛さ悲しみ、うんうん、それからそのなんていうかな手術とかそれから放射線の、うん、その への恐怖とか、はい、そういったものもずっと聞いてきていたんですね、うん、それは相手は僕の坊さんだから何でも話してくれるっていうことで話してくれたんだけれども、うん、本当に僕がそれを理解したようなことを言ってたけど、うん、思ってたけど理解できてなかったってことがよく分かったですね、はあだから坊さんたちの僕はまあその時から今だから言うのではないんだけれどもずっとやっぱりお坊さんたちがやっていく、うん、その、うん、臨床での、はい、スピリチュアルなケアっていうものは、うんまず無理だろうなって僕思うんですよ、うん、でその坊さんたちがキリスト教の西洋のキリスト教の、うん、そのスピリチュアルケアっていうのは、うん、それをその展開していく牧師さんなり神父さんたち、うん、あるいはキリスト者の人たちの宗教的な、うん、発信というか感覚というか、うんはい、そういったものが日本のその仏教の、うんまあ、今普通になりつつある、うん、その世襲制の、うん、
その宗教者の作り方っていうか、それとは全然違うなっていうふうに思っていたので、ね、私は高橋さんの強烈な一言を覚えてるんですけど、うんうん、日本の坊さんは発信の機会がなくてかわいそうだって、うんうん、そう言ったっけ、おっしゃってて、うん、でそれは高橋さんはその自分のことも含めておっしゃっておられて、まあその琵琶湖島での山田無門老師の喝を入れられた話から、まあなんか見開いてしまったというか、それがまあ発信だったって、でもそういう衝撃的なきっかけというものは得られないのもまたこの現状としてあります。そうだね。あのでも例えばその、うん、だらだらだらだとその垂れ流しに懲役が流れ出るっていう、はい、そういう状況とか、それからその手術の後で、がんがこんだけ見つかりましたよってステージ4ですねって言われた瞬間、うん、これが実を言うと一つの発信のきっかけにもなり得るわけですよ。それをそういうふうにあの宗教者として本当の宗教者として受け取るっていうことができれば、僕はまだ捨てたもんじゃないと思うんだけども、要するにだからあのベッドサイドで、あの宗教者と言われている人たちが、あのこう描写と、こう向き合うっていう時は、それはピア感覚っていうんだけど、本人自身あのその宗教者自身も、その痛みとか苦しみとかを、あの味わい、自分の中にあの内面に持っていて、そしてその苦しみを、それに対しての苦しみを、あのずっと感じながら生きてきたり、瞬間的にでもその死というものを考えている人たちではないと、その相手の話はなかなか受け取っていけないだろうなって。ああ、なるほど。それはもうやめといた方がいいなってと思う。臨床宗教士とか臨床仏教者、仏教士とかっていうものは考え直した方がいいだろうなって。ああ、それずっとおっしゃってますよね。そうです、そうです。うん、で今そういうものをその、公立の病院の中で受け入れようと、間違いなくほとんどの場合したいですね。ああ、うん、そんなこともあってね、今回あのそうだったんだけど、要するにその最高近いって自分自身が思っていた時に何を考えたかって言ったら、あのやり残したことってなかったっけっていうことだったんですね。もう私からしたらもう高橋さんも成し遂げたことがすごすぎて、そのやり残したことっていうのがまだあるんだっていうことも驚きではありますけど、はい、でもなんか先ほどお聞きしたら結構な仕事が残ってる、うん、そうですね、うん、そうなんですよ。ねえ、それも僕がやらないとダメだっていう仕事であったので、もうそこをこの体の状況と合わせて、そのあるいはその残された時間とのこう折り合いからどうしたらいいのかっていうことが、あの課題でね、で日々悩みながらそのプログラム作りをしてあのやって、一つは6月に、沖縄で、あの沖縄慰霊の日っていうのが6月23日なんですけども、はい、23日、はい、そこにはもうずっと毎年僕は行っていたんですけども、今年も行って、あの沖縄戦の図って丸木入丸木俊画伯夫妻が書かれた、はい、その沖縄戦の図の前で普天間飛行場の、そうです、そうです、目の前にある、はい、そうです、そうです、佐喜眞美術館っていう、その美術館のその絵の前で、あのいつも通りのお経を読ませていただいて、で、それから9月のもうこの時はもう全く歩けなくって、車椅子だったんですけど、2泊3日でタイに行って、これタイでやり残した仕事を、あのいやそのエイズの支援から続いてきたことの、そうです、まあ総仕上げではないけども、銀行関係の始末がまだついてなかったんで、僕も行かないと始末にならないものだったんで、そのためにだけあの行ってきて、そして最後のお別れをあのメンバーあのサムヤを
作っていた、うん、あの HIV にあの感染 しながらも、うん、一生懸命生きてきた彼女たちと最後のお別れをしたんですね、うん、でも彼女たちもそのことは僕はあのかなり悪いってことは分かってて、うん、しかも歩けないもんだから、うんうん、余計にこうあの高橋がこんなふうになっちゃったって思ってショックを受けたと思うんだけど、うん、あのボロ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 泣くんですよ。そうですか、うん、でその泣いている原因ってのがやっぱりその死というものを僕が目の前にしているんだけれども、うん、彼女たちはまだ元気なんだけど彼女たちがそのあの HIV に感染したっていう、うんこととか、うん、あの旦那さんたちが先にもうみんな亡くなっていく、うん、その瞬間のことを、うん、あの彼女たちはフィードバックしてあのねあじゃないかなって思った、うん、だからそんなこともあってあの僕もまたあの元気であの元気になってくるからねと言ったものの、うん、あのなかなか難しいかなとも思いながらいたんですけど、うん、そういうのが一つあって、で最後はこの間その、放射線が終わって、うん、まだフラフラしてる最中だったんですけど、沖縄ですか、沖縄行って、うん、で友人のギタリストの辻美京さんという辻美京さん、うんはい、と一緒にあの辻さんが新しくその、うん、リメンバランス、6.23 沖縄っていうあの曲を作ってくれたんで、うん、その中にギター曲の中にあの、うん、お経を入れるというそういうその録音に行ってきたんですね。般若心経を、はい、その曲の中に、うん、入ってくってことですね。僕の最後のお経だなっていうふうにもう思ってるので、あさっきの弘法大師のお話じゃないけど、いや、うん、そんなあの思いがこうあって一つ一つ今こう、後にうーんあの残してはいけないことを、うん、あの始末をつけてるところですね。うん、いや先ほどお聞きした、はい、そのレコーディングのお話がすごく、はい、うんすごいなと思ったんですけども、やっぱりその高橋さんも今おっしゃっていただいたようにその死というものと向き合いながら、うん、最後だっていう覚悟を持って唱える般若心経、うんうんうん、それ辻さんは辻さんで、うんうんうん、この沖縄戦という絶対に忘れてはならない惨事を後世に伝えたいという思いで曲に向かわれている、うんうん、でまたその原爆の図という、あ、原爆じゃない、沖縄戦の図というその絵の前で唱えるっていう、うんうんうん、なんかそこで感じられたこと、うん、あのね、丸木さんご夫妻の絵っていうのには、はい、まあ、ものすごく大きなあの対策が多いんですよね。例えば、間口が一番大きなやつだとアウシュビッツの図って12メートルあるわけですよ、はい、高さが4メートルあるっていうそういう絵でね、うん、その中にたくさんの人たちが描かれてるわけ、うん、そのなんていうかな、自分の、罪ではないにもかかわらずその不条理な死を遂げなければならなかった人たちのね、うんうん、その顔が表されていて、うん、その顔には目があるんだけれども瞳はないっていうそういうその、うん、そういうそのし、まあ、白い目にこうたくさんの目にこう見つめられながら僕らは、うん、あのギターを演奏してもらって辻さんにギターを演奏してもらい僕は般若心経を唱えるっていう、うん、そのたくさんのその。そのなんていうの不条理な死を迎えた人たちの中で、うん、僕は一体何ができるだろうかっていうそういう思いを、うん、あのそこで持ちながら精一杯のお経を読むっていう、今まであの申し訳ない話だけどあの毎回毎回、それほどなんていうかなあの思い詰めて、うんお経を読んではいなかったなって反省をしながらも、うん、でもあのこれ最後だなって思いながらあの読み切ったなっていう感じだったですね。やっぱ高橋さんの思いの中で、うんね、先ほどお話をお伺いしたら、うん、そのいわゆる葬儀という形ではなくて、うんうんうん、この音源という形でまあ、はい、その本当に高橋さんのことを、うん
愛する人っていうのは、うんうんうん、まあ、ほんお世話になった人、まあ、私も含めてですけども、うん、たくさんいる中で、うん、その葬儀ではなく、うん、その対話するものとして残してくださる、うん、あの僕の葬儀はもうやらないっていうふうに自分で決めてるし、うんね、はい、家族にもそれは伝えてあって、うん、その代わりにその、まあ、今まで3000、4000のご葬儀をやってきたんだけれども、うんうん、僕自身はもうその葬儀ということではなく、それで、まあ、旅立つ時も、うん、あの家族だけであの見送ってもらえばいいっていうふうに思ってるんだけど、うん、でも、まあ、あの中にはそうではなくて、あのお別れしたかったとか、そうですよ、うん、って方がもういると思うので、それをあのその方々のために一つはこの曲を捧げたいって言って僕は思ってるわけです、うん、だからその CD で、うん、あのお葬式の代わりに、うん、あのあの平和っていうものをそこからもう一回思い返していただけれてるという、そういうあの風になって、それがつながっていくといいなというふうにも思ってるんだけどね。うん、で私はあのそれもすごいことだなと思いつつ、その高橋さんがやっぱりずっとおっしゃってたのは、うん、葬儀っていうのはもちろん我々は亡くなった方の、うん、に対して受戒をし、うんうんうん、亡くなった方に引導を渡すということをやるわけだけれども、うんうん、葬儀の一番の意味は残された方への、うんうん、その別れの折り合いをつける儀式なんだと、うんうん、ということを考えると、やっぱり そんな高橋さんでもやっぱりご自身の葬儀はもういいんだって思われるわけですか、うんうん、やっぱり、ええ、そう思います。僕はもうあのそれでいいと思ってるし、でやはりあの残された方がやっぱり、うん、なんていうんですか、うん、そのしっかりと、うんうん、向き合い、だから、うん、あのあこういうその思いで、うん、その読んでいた般若心経が、うん、そのさよならっていう意味も含めて渡されたっていう、その CD として渡されたっていうことで、うん、それで納得していただければいいなというふうにも思うので、うん、ああそういうことか。だからそういうその葬儀、だから葬儀 やりませんってことになっちゃうと、うん、あの世の中のお坊さんたち困ってしまうもんいやそうなんですよ、うん、だからそれはでもそういう形で、あの、うん、これからあのお坊さんたちが、うん、あの亡くなった方のために般若心経だったら般若心経を読む、それからそういうの際のお経をそれだけ あの気合を入れて読むっていうね、うん、そういう風になってもらいたいなっていうにも思うわけ。なるほど、うん、お葬式の時もそうだけど、お経って本当にあの、気持ちを込めて読んでるのか読んでないのかっていうのって、うん、聞いてる人ってのは分かるから、うん、しっかり読みなさいよって言って、あの僕はあのこれから生きるお坊さんたちに言いたいなと思うし、いやその先ほどもお聞きしたんですけど、うん、その般若心経の凄さみたいなものを、うん、その最後だっていう覚悟を持って唱えたその一巻ですか、うん、はい、一巻です。で感じられた、でその般若心経の、まあ、それは言葉では言い表せない領域なんだとは思うんですけども、はいはいはい、ちょっとお伝えいただけたらありがたいんですけど、なんか、やっぱすごいお経だなっておっしゃってたじゃないですか、やっぱり。そうですね。だから、般若心経も、弘法大師がやっぱり最後、はい、最後にその、そうなんですよ。あの、秘典として、はい、提示されてますよね。だから、それが、あの僕はもうとてもそんなあの存在ではないんだけれども、それをあの後々、うん、あの見させていただいて、そして自分自身が何万回読んだか分かんない、うん、あのお経のね、うん、最後をどう締めくくって読むかっていうことが、うん、あのとても僕にとっては大事なことだったんで、うんうん、それをあの大切なものとして、あのしかもそれがあの亡くなった人たち、不遇の死を遂げ、不条理の死を遂げた人たちの供養になってもらいたいし、うん、それからその お経の、あのその中身という意味ということではなくて、うん、お経全体がこう醸し出す、うん、あのそのね、で念というようなものを、うん、あの感じ取っていただけるといいなというふうにも思うんですね。それがあの最終的にその、
平和っていうものの思いにこう到達していくといいなっていうふうにも思うんですよ。うん、そんなつもりで最後の般若心経を読みましたね。あでまだまだまだ般若心経を読み足りないとも思ってるので、いやでお読みするかもしれない。いやいや、読んだぜひ。いやで私はなんかその高橋さんが、うん、覚えてはるかわからないですけども、これだけ、まあ、私からしたら、まあ、お坊さんであり、はい、社会活動家でありっていうようなイメージがあるんですけれども、本当に実際的に、社会で困ってる人のところに行って、そこに目を向けて、実際的に手を差し伸べていくってことをずっと実践されてきた中で、でも、何の雑誌だったかな、その、高橋さんインタビューで、うん、いや、僕は将来、お経だけで食ってく坊さんになりたいんだってこと書いてて、それがすごい意外で。多分テレビだと思う。テレビだったんですかね。その、なんかこれだけ、その、目に見える形の社会貢献じゃないんですけども、そういうのを徹底されてきた方が、なんか、ものすごいお坊さん的な発想になってるのが、すごいなんか自分の中では、なんか、あ、どういうことなんだろうっていう謎があったんですよ、そこで。でも、その般若心経の今日お話をお聞きして、やっぱりそのお経の持つ力と。そう。多分ね、こちら側の位置取りによって、はい、般若心経って どんな風にでも変化していくような気がしていて、あで、そのレベルも上がっていく。もちろん、天井なしのそのレベルを持ってるあのお経であると思うんだけれども、はい、そこに少しでもこう近づいていけるいくことができるっていうような、うん、そのようなお経だと僕は思ってるので、うん、そういう意味で自分自身が納得できる一巻を読むっていうこととか、うん、それからじゃあこの人だけのために、うん、一巻読むっていうことでも、うんいいんじゃないかと思うし、いやなんかすごい勇気をいただくというか、というのは私の祖父はですね、うん、まあ小池議員和上その須磨寺の前館長ですけれども、うんうんうん、震災の翌年に亡くなってるわけなんですけども、阪神淡路大震災が起きて、うちの客殿が身元不明の遺体安置所になりまして、まあ結局計100数十、うん人の方の安置所になって、うんうん、まあ、最後の一人が見つからないってなったんだけど、まあ、NHK の、うん、放送によって見つかって、まあ、全員、その、まあ、身元も分かってっていうことになったんですけど、その中で、まあ、私は母から聞かされた、私その時8歳なので、もうしかも東京におりましたから、テレビでその惨状は見てましたけれども、祖父がその時どういうことをしてたのかっていうのを知らないかったんですけど、この間、母に教えてもらったのは、うん、まあ祖父はそのボランティアみたいなことはできなかったと。うんうん、だけれども、その遺体安置所で、ひたすらに般若心経をずっとこう唱え続けていた。で、その姿は、まあ娘ながらにすごく尊いと感じたと。で、高橋さんも東日本大震災の時に、私はこれは新聞で読んだんですけれども、ずっとその遺体安置所に通って、そうそう般若心経を唱え続けておられる。200体ほどのご遺体があって。で、一人、一巻ずつ読めって自分で思ったんだけども、なかなかそれは時間的にできなかったっていうのが残念だったんだけど、毎日通って、お参りしましたね。いや、だからそれがなんか、本当にすごいなと。その、ボランティアだったらボランティアだけじゃなく、やっぱり僧侶としてお経をあげるということをものすごい大事にされて、まあ、るんだなということがすごく分かって、で、私なんかはその、高橋さんみたいにその、被災地に行ってですね、いろんな実質的にそういう活動、それこそコーディネートしたりなんていう能力がないもんですから、それこそお経を唱えるぐらいしか、できない身としては、なんかそのお経を唱えること
を極めていくっていうのが、そうだよ。よすがというか、なんか何もできない自分の。そんなことないないない。いや、逆に僕は、小木さんにこう聞きたいなと思ってたんだけど、じゃあ今、その自分が置かれている、その、スタンスの中で、どんな風に、何を主眼に、これからそのお寺を、っていうか、その、坊さんとして生きていこうという風に思う。まだ答えは出ないかもしれないけれども、そういうところも、その一番の目的として何を置くかっていったところを、はい、やっぱりこれからじっくりと考えて見られるといいと思うけどね、いやまさにそうで、私はその良くも悪くもものすごい影響を受けやすいたちでして、もう高橋さんの憧れでその仏道に入ったところがあって、でも憧れは超えましょう。そう、大谷翔平さん、憧れを持つのやめましょう。いや、でもそうなれない自分っていうのを今突きつけられる中で、じゃあ今スマデラというフィールドで自分が何ができるんだろうかって言ったときに。私はまあちょっとこうお話しするのが本当に好きで、うん、でそれが本当に今一番生きていて幸せな瞬間って、うんうんうん、飽和してる時なんですね。なんかいろいろ日々いろんなことあって落ち込むこともあるんですけど、うん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 、縁日に毎月お話を聞きに通ってくださる男信徒さんがいらっしゃって、うんうんうん、そういう方々の前でお話しできることが本当に生きがいになっていて、うん、だから皆さんはなんかその、ね、こんな拙い話を聞きに来てくださって、でそれでもなんかまあ社交辞令もあると思うんですけど、まあ よかったですよなんてこと言って、うんうんうん、でも その皆さんのおかげでなんか生かしてもらってる感じなんですよね。だから一番やりたいことっていうのはやっぱりそういう、まあ、仏法を伝える、うんうんうん、でそれがまあいわゆるその高橋さんがおっしゃるようにその上辺の法話なのかもしれないけども、うん、未熟さをさらけ出しながら、うん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 、まあ今そう未熟な自分を見てくださいという思いで、うんうんうん、まあ日々こういう出会いとか感じたことを、まあ、皆さんにフィードバックするっていう形をこれをまあ生涯続けていきたいと今は思ってるんですけども、うんうんうん、ねその法話のネタっていうのが、はい、実はそのずっとその経典お経の経典等にはいっぱい出てくるんだけども、うん、実はそのそれを検証していくための現場っていうのが必要になってきてて、あでそれがイコールその法話のその経典上のネタとイコールになってくる。それでもう一つは、うん、その宗教って、うん、特に仏教の場合は教義を仏典で学び、はい、それから行をそうですね、自己体験で学び、はいはい、そしてその社会にどうその宿を、うん、軽減していくための行動を作っていくかっていう、うん、そういうことを企画するっていう、うん、この僕は3つだと思ってるんだよね。学び、うん、実践し、ま、そうそうそして、まあ、主張に対しての強敬、そうだから一番最初にその経典っていうものがあって、うん、それを学んでいくってこと、うん、それからもう一つはその修行をしてきた、うん、それが実際に釈尊があるいは、うん、たくさんの師祖師方が、うん修行によって体得されたことの追体験をやっぱり自分自身で業務の中でしていかなきゃいけないっていう、うん、そういうことですね、うん、そういうことから生まれてきたものと社会にさまざまある苦しく発苦を、うん、その現場を、うん見ることにより、うん、そこに入り込むことによりそういうその経典と修行体系っていうのが、うん、きっちりとこう
うまくマッチしてくるっていうふうに僕は思うんだよね。うん、そういうところから生まれてきた話というのは法話として成り立っていくと僕は思ってるので、あ、うん、それをこれから作り上げてもらうといいなというふうに思うから。そうですね、だから密教もやっぱり手法といいまして、うんうんうん、まあ印を組んで真言を唱えて三密家事、うんうんうん、まあ身と口と心を仏と一体湯がしていくという、うんうん、まあやっぱ不思議なんですけど、その、うん、例えば講演会で話す、まあこれも一生懸命やるわけですけど、うんうん、そのごまを手法した後にお話しするっていうのは、うんうん、同じ内容であってもなんかこう違うような気はしていて、うんうんうん、あ、ここにやっぱ修行の大事な部分があるのかなと思ったりします。うんうんうん、そうだよ、うん。で、修行ってなかなか一般の方には、うん、できないし、真似事は今いっぱいあるけど、今お坊さんたちもその修行の真似事をやってる人たちも結構多いし、本当にそれが何のためにその修行するのかっていうことを改めてちょっと考え直して、うん、した方がいいと思うんだよね。うん、そういうものが出来上がっていった時に、うん、なんていうかな、人にたくさんの人々に仏教が伝えられるという、うん、そういうその法案になると思うんだよね。うん、いや、私法話グランプリっていうのを企画してですね、うん。うん、ね。で、まあ、これをやってみて、私、いろいろ今感じてまして、やっぱり、その、いい法話って何なのかって思った時に、うん、もちろんその、教義を学び、うん、修行してっていうのはもう、それはもう当然のことだとは思うんですけども、うんうんうん、なんか、私なんかは、それこそ高橋さんとか、うん、まあ、あるいは、そうですね、高田光雲先生とか、うんうんうん、瀬戸内寂聴さんのように、その波乱万丈な経験はないわけですよね。劇的な経験はない中でも、その日常の見過ごしてしまうような、当たり前の日常の中に何か気づきを得ていくっていうのが、うん、なんか布教師として一番大事な能力、うん、なんかその縦板に水のように話すテクニックではなくて、うんうん、何か日常の中の、うん、見過ごしてしまう当たり前にあるようなありがたさというようなところに気づいて、うん、でそれをまあ仏法と照らし合わせながら、うん、まあ、伝えていくっていうのが、うんうんうん、なんか今のところなんかすごくそれがいい法話なのかななんて思ってるんですよね。うん、そうね、だからその法話グランプリなんかのその選考基準には何があるのかっていうのが非常に興味があるんだけども、はい、選考基準、これもね、うん、私これがまあそもそもは、若いお坊さんの研鑽を積むということで、うんうんうん、まあ、出来上がってきた。うんうんうん、ところが、それがどんどんこう、長周波になり、うんうん、今大きくなってきたときに、うんうん、まあ、その基準は、うん、もう一度会いたいお坊さんという基準にして、うんうん、それ何かというと、まあ、法によって人によらずという仏法のもと、うんうんうん、その、なんですけれども、そこに矛盾があるんですけれども、うんうん、その、法話の講説を競うのは絶対良くない。で、仏法、法話の、うん、良し悪しじゃなくて、うんうん、あえて曖昧な、基準に、うん、逃げるというか、うんうん。だからあくまでもグランプリは方便なんですよと、うんうん。グランプリ決めるっていうのは大切なことではなくて、うんうん、まあ、長州派のお坊さん皆で仏法を伝えるということに意義を持ってるんですよと言うんですけれども、やっぱり比べちゃうんですね。うんうん、こういう。ね、で、ものすごい自分自身で反省というか感じてるのは、うん、比べない教えじゃないですか、うん、その無分別の仏教の教えっていうのはある意味で、うん、その争いのない、まあ、お釈迦様の言葉を借りるならば、うん、勝者は恨みを買い、で敗者はこのね、うん、悲痛にくれ、うん、どちらも幸せにならない勝敗がつく世界というのは、だから勝敗から離れたところに、うん、大いなる安らぎがあるんだっていう教えなのに、で、それを伝えたいのに、フォアグランプリの特性上、それは方便ですよと言いながら比べてるという、比べてしまう人間の差がというか、それもまざまざとこう感じてしまい、まあなんか、その危うさというか、違和感みたいなものを持ちながら今、まあでも、
でもあれだけの、まあ、今回も1450人の人が会場に来てくれて、あ、法話を全く触れたことない人に法話に触れてもらったという意味ではすごく意義があると思いつつ、なんか両面で今すごく、ああ難しいなと思って、順位をつけるんでしょ？まあグランプリだけ発表する感じなんです。ああ、なるほどなるほど。はい、8人いるんですけども、今回は全員のグランプリですって一回やってたらどう？いや、私もね、そう、もうなんか、そうあるべきなんじゃないかってちょっと思い始めて。1年だけでいいから、それでやってみると面白いと思うけどね。そうですね。みんな、それで今の話を、そう比べるもんではなくて、それぞれが、まあ、やっぱり本当に仏様の教えを必死になって伝えようとしていた、それに関して、全員がグランプリですって言ってあげたらいいんじゃないかと思います。そうですよね。ネタ歌唱したらいかんけど。いや、でも本当に、同じことをなんかちょっと今日、今回の大会で、なんか、まあ大成功だったと思うんですけど、ちょっとそういう違和感をなんか、自分自身で感じ、というのは、やっぱりなんかこう、比べるっていうことが入ることによって、登壇者側も、まあ見る側もそうなんですけど、やっぱ上手い話っていう方に、どうしても行ってしまうのかなと、話術じゃないですけど。そうだね。それは行くよ。だって。聞いてて気持ちのいい話とね、気持ちの悪い話あるからね。そうですよね。でもおそらく法話ってそういうことじゃないんだろうな、とも思ってまして、何か時にはその、不快感、あるいは、謎、みたいなものを、聴衆に残して、その豊かな謎を持って帰ってもらうみたいなのが、なんかこう、法話の、醍醐味というか、その、でもあるのかなと思った時に、話術の大会になりつつあるんじゃないかという、なんかそういう、なんかそういうおこがましいんですけども、なんか、そんなことをちょっと感じましたね。はぁ。まあ、それも、大変なことだけども、若手のお坊さんたちが、やっぱ自分自身の、その、なんていうかな、本来の宗教心を、こう蘇らせながら、そのたくさんの人々に、そういうその仏さんの教えを、こう一コマでもいいし、ワンフレーズでもいいから伝えていってもらえるような時代になるといいけどね。そうですね。そんなような時代を期待してますよ。僕ら の時代はもう終わったと思ってるし、いやいやいや、これからどのようにして若い人たちを応援していくかってことになってきてるから、いや、なんかその、汚いアドバイスをいただきたいんですけれども、はい、いやいや、もうその今私がしてる活動っていうのが、まあこういうとこ気をつけた方がいいよとか。いや、そういうとこ全然ない。今のままで僕は十分だと思うし、いいと思うし。それで、やっぱりその、スマデラという一つの、その、はい、大ロケーションがあって、はい、で、その、歴史の中でも、本当に大きな、ポイントになる、ストーリーのある、お寺であるわけだし、はい、そういったところでやろうと思えば多分何でもできるって僕は思うんだよね。でそれを社会にこう合わせた、ものであり、そういう社会的な評価を受けるというところを目的にしてもいいし、それからあるいは今それぞれの人々が、こう何のために生きていったらいいのかってことが分からないっていう人たちがすごくたくさんいて、でその人たちに一つのテーマをこのお寺の中で、考えてもらうっていう、そのミステリアスな部分をこう自分自身でこう解明していくとか、そういうようなそのものがあってもいいし、から寺がどのようにしてその
どれだけのその社会的な問題とこうくっついていけるかっていう、そういうことね。寺がいろんな社会の問題がある、そういったものを問題とくっついていけるかっていう、でその問題を問題であるとするならば、それを改善して解決していける方法をその探していけるかっていうこともあの大事だと思うしね。それとやっぱり社会がまさにそのメカニックで動いていくっていう、あるいはこの世の中中飛び交っている電波によって、人間が生かされ、動いていくっていう、そういう社会ではないところをズバリと考えてみるとか、今日のそばのこの手触りを大事にする感覚と一緒です。そうだね、うん、あ、そうそう、あの肌感覚が今日ずっと最初から言ってたその肌感覚っていうものが、こうしっかりと正しく伝わるようなものであってほしいなというふうにも思うんですね。一体それは電波から受けるものではないと僕は思うし、そういう肌感覚で、伝わるものにより意義を見出していくとか、そういうことが大事かなと思うね。ほんの少し、ほんのちょっとしたことで人間って気持ちよくもなれば、気分悪くもなり、そしてその精神的に楽になると思えば辛くなるっていう、そういうことだから、これのところをできるだけ本当に生きていくなら気持ちよく生きられ、でそういう日にちが少しでも多くあるようにって思いますね。僕はだから病気になってからずっとここ3年ほど気分のいい一日ってのは過ごしたことがないんですよ。何らかのその障害が出てくるっていうことで、だけど最近、ああ今日は午前中だけども気分が良かったねっていうね、はい、そういう日が時々出てくるようになってきて、それはとっても大きなことで、僕にとって大きなことで、ああ良かったな、こういう日がまたもう一日あればいいなと思っているんだよね。うん、だからそれはずっと気分が悪かったっていうことがベースになってるわけ。それそうではなくて、そこではない日がポンと出てきたっていうのが、もう楽しくてしょうがないし、嬉しくてしょうがないわけ。それは周りの人にもそういうことを伝えて、ああ、マサさん今日は午前中すんごく気持ちよかったんだよねって言ったら、ああ、よかったねってお互いがこう喜び合えるっていう状態になってくるし、で、うちの15歳の老犬平次にしても、辛そうな時、足が痛くて辛そうな時っていうのはよくわかるんだよね。早く良くなってほしいなと思うんだけど、元気でスタスタ歩いてるところ、しっかりご飯食べてるところを見ると、ああ、よかったね、今日も一日生きててよかったねって思うのね。そういうことが、今僕の中に、こう、湧き起こりつつあるんですよ。だからやったぜっていう、そういう日じゃなくても、ほんの数時間でもああよかったって思うその日が時があるとね、いいなと思いますね。いや、なんかもうそれって本当に今のお話が仏教の本質だなって思うんですよ。なんか私はいつも毎回講演呼んでいただくと一切皆苦の話をするんですけども、お釈迦様はこの人生は思い通りにならないということを深く知りなさいと。で、これは私からすごい救われてる教えでもあって、私の世代って、高橋さんなんかもう過渡期というか、その、ね、右肩上がりの、どんどん変化していく時期。私なんかはバブルというか、バブル崩壊ぐらいに生まれてますから、便利になりきった社会に生まれ落ちてる。で、便利になるってことは思い通りになるってことですから、思い通りになることが溢れてる社会にポンと生まれ落ちたときに、
我々の世代って本当思い通りになることに慣れてしまってる、うんうんうん、あるいは思い通りが当たり前という世界で生きてて、だからこそ思い通りにならないことに対する対応力がものすごく低くて、でもこのお釈迦様の一切皆苦の教えに出会った時に、あ、お釈迦様ってその思い通りにならないを基準に生きなさいよ、思い通りにならないことがデフォルトなんだっていう、そういうメッセージなのかなと思った時に、そういうこと、僕の言ってることもそういうこと。そういうことですよね。うん、今言った話をそういうこと。それがね、そうじゃない時って、普通にこう、元気で、バリバリやってる時ってのは、それがわからなかった。いや、そうですよね。すべてがやっぱ、毎日が素晴らしい日だって言って、うん、思っちゃってる時がダメだね。いや、そうではなくて、やっぱりベースに、やっぱ辛い日の中にポッと一瞬喜びの火が種があって火が燃えたっていう、そういったそれが消え去るまでの短い時間でもいいから、そういう時が長く続くといいねって思うよ。いやだから苦しみなさいっていうのではなくて、やっぱりそれぞれ、うまくいかない時もあるし、だけどそういう中で、あ、これはうまくいった。それ本当に短い言葉でもいいし、短い行い、小さな行いでもいいし、出来事でもいいし、そういうふうに思っていくのがいいんじゃないかなって思うね。普通の法話のようになってしまったけど。いや。でもなんかそう。でもそれ実感です、僕の。病気をして、本当に命ギリギリで生きている、その僕自身の実感であるので。そんな感じするな。なんか今、本当に苦しんでる人が、精神的に苦しんでる人っていうのがものすごい増えて。そうだね。で、高橋さんも、ね、評価されてましたけど、お寺おやつクラブのイベント、ね、はい、に私もこの間登壇させていただいて、うちも微力ながら続けてるんですけど、やっぱり子供の貧困、でそれはやっぱり実際経済的な問題もあるけれども、やっぱり心の問題でもあり、なんかやっぱりそういう苦しんでる人に対するメッセージっていうのが、やっぱりこの順風満帆な人には仏教はいらなくて、何かつまずいた時、何か苦しみを感じた時に仏教って本当によりどころになってくれるなっていうことを。そうだな。でも大事にしなさいよ、本当に。スマデラっていうのはビッグですよ。だからその中でこうしっかりとこう腰を据えて、これからまだ何十年もそこでのたくさんの人々に対しての、はい、なんていうかな、が楽しみ喜び、そして生きていくごとに、ああよかったねって、気持ちよかったね今日はっていうふうに感じられるような、そういう場所としてね、あげればいいなっていうふうにも思う。そうですね。なんか今忙しい現代人は、まあ自宅と職場、あるいは自宅と学校の往復に終始していて、その第三の居場所っていうところが多様にあったらね、いいなって思ってて、昔って結構あったと思うんですよ、なんか銭湯とか、なんか全くその利害関係ないつながりがあって、だからなんか私これからお寺作りのキーワードはごちゃ混ぜ、カオスではないんですけども、いろんな人が入り混ざるで、なんかでもそこにいて安心できる、なんかそういう緩やかな居場所みたいなところになれたらいいなって思ってますね。さっぽそうです。あ、そうですね。いや、今日本当にありがとう、長時間、ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございました。いいですか、これで。はい、大丈夫です。すいません。